スバースの構成概念図、スバースハイと STSS で構成される。スバースは、アメリカ合衆国の弾道ミサイル早期、警戒衛星システムである。ミサイル防衛計画の一部として、敵対する国の弾道ミサイルの発射時の赤外線を探知して、ミサイル発射の第一歩を発し、ブーストフェーズのミサイルの赤外線を識別、追尾して、着弾地点の予測や、 迎撃指示のために必要なミサイルの軌道情報を取得する。正式軌道、または超大円軌道を周回する高軌道の衛星システムであるスバースハイと低軌道を周回する専用衛星のシステムである STSS により構成される衛星ネットワークの構築が進められている。主契約企業はロッキード・マーティンであり、ノースロップ・グラマンが主な副契約企業となっている。 従来の早期警戒衛星である DSP 衛星に代わって、冷戦後の戦略環境の変化に対応し、報復核攻撃からミサイル防衛の運用へ重点を移した宇宙配備の早期警戒網センサー網として1996年に開発が開始されたが、その開発は順調に進まず運用開始目標は延期を重ねており、費用も当初見込みの40億ドルから、 大幅に超過し120億ドルまで膨れ上がっている。スバースハイについては衛星数を計画より減らした上で2022年に一応の完成を見る目途が立っているが STSS については2009年に2機の技術試験衛星を軌道上に配備した段階に止まっている。正式軌道に配備されるスバース、ジオモルニア軌道を周回する。 USA-200 に搭載されたスバースヘオ -2 センサーが、デルタツーロケットの発射時の赤外線画像を雲を透過して捉えている。正式軌道に8機の専用衛星スバースジオを配備し、長大円軌道にた業務の衛星に上乗りする形で4機のスバースヘオセンサーを配備し、合計12機の衛星で DSP 衛星を代替することが計画され、配備が進められている。 開発運用は DSP 衛星から引き続きアメリカ空軍が管轄している。高緯度の監視が可能な超大円軌道を取る4機のセンサーはすでにトランペット衛星として知られているモルニア軌道を周回する4機のシギ銀と偵察衛星 USA-184、USA-200、USA-259、USA-278 USA USA に 本来の業務の二次的測定装置として搭載され、軌道上への配備が完了している。なお、トランペット衛星は、エドワード・スノーデンが2013年8月30日に暴露した資料によれば、米国議会の予算書上の正式名称は、例文である、可能性が高くなっている。正式道に配備される、専用衛星については、 USA-230 が2011年5月7日に、USA-241 が2013年3月19日に、USA-273 が2017年1月20日に、USA-282 が2018年1月20日に、それぞれ成功理に打ち上げられ、配備が完了している。引き続き、ジオ -5 は2021年に、 ジオマイナス6は2022年に打ち上げられる予定であるが当初計画されていたジオマイナス7、ジオマイナス8についてはネクストジェネレーションオーバーヘッドパーシステントインフラレットと呼ばれている次世代計画を睨んで2017年に予算を打ち切られている STSS 捜索用と追跡用の2種類の光学センサーを持つ20機以上の衛星を低軌道に 配置する計画である。弾道ミサイルが高温の熱源である、ブースト段階の噴射を終了した後も、STSS 衛星は低軌道から、宇宙空間を背景とした弾道ミサイルの熱を捕捉し、弾道ミサイルが飛行する全工程にわたって、最も観測に適した位置にある衛星が追跡を引き継いで、その詳細な弾道データを地上の管制センターへ送信する。 2001年に開発計画が空軍からミサイル防衛局に移管され、2002年に急上のスバースローからスペーストラッキングサーベイランスシステムへ解消されている。2009年9月25日に実証試験衛星2機が打ち上げられた。ありがとうございます。